けど今日の公演ではあの本当になんかここ最近すごいね卒業発表続いてたんですけどもちろんこうメンバーの卒業発表ってねこうあそうなんだみたいなこう寂しいなみたいなのももちろんあるんですけどいややっぱなんかなんだろう 言い方が難しいっけやっぱ同期はより一層の寂しさがあるっていうかねなんか他の同期以外のメンバーがなん,かなんか寂しくないとかそういうことじゃなくてでもやっぱ同期ってこう何特別じゃないですか。同じ時期に 加入して、まあ、他のメンバーよりも長くこう一緒に活動したりとかいろんなことをやったりとかこうしてたから。 そういうい意味でまた別のなんか同期の卒業っていうのはまたもう一個別の感情がさらにこう乗っかるっていうのがあるんですけどそうやっぱりなんかこうあのチームがねこう変わっちゃったから変わっちゃったっていうかまずっと一緒じゃなかったから。 一緒じゃなかかったかこう表向きにねみんなからしてなんださきぽんとなーみんがこうこうでみたいなとかってあんまなかったと思うんですけどでもやっぱまあ個人的にも16キって16キがいたら一緒にいるからあのこう表向きな,なんか絡みがなくてもこう。 なに、常にこう話したりとかこういたらねこう一緒にいたりとかするからなんかみんなが見えてないところでここをずっと56年ぐらい <laughs> 56年ぐらいはなんかずっとこうそ,そこの部分でこう関わってたんですけど。 サキポンは同期の中でも断トツであの人のなんか変化みたいなのに気づいてくれるっていうか別にこう自分が何と言ってなくてもみたいな,な何も言ってなかったのに。 気づいて声かけてくれるとか、LINE してくれるとか、また、あ、本人がさ、すごい大家族じゃないですか。大家族の長女で、ね、もうお母さん代わりみたいなね、感じだし、ちっちゃいお母さんだし、もはや。で、いろんな子のことをさ、常にずっと見てるわけじゃん。で、グループも人数多いじゃん。で、家でも人数が多くて、みたいなので、 ほんとにすんごいこう、ずっと大変だったと思うんですけどマジでいい子ですよなんか本んにちょっと私が暗い顔してたりとかしたらなんかすぐ気づくしなんかその声かけてくれる 言葉がなんかあったかいんですよね。さっきポの言葉ってなんかこうお世辞とかもしかしたらそうかもしれないけどあのそう聞こえるなんかまた本当にいい子だから本当に本心で多分思ってるんだろうなって思うんだけどなんかその言葉がこうナチュラルに自然に出てくるっていう なんかさきポンって本当にいい子だなーってーやっぱ人間ってさ何だろうそうなんか何だろう偽りとかちょっと分かっちゃうじゃん正直あなんかこれ気使遣って言ってくれてんだろうなみたいな。 <laughs> なんか時ってやっぱさなんかちょっとさ分かっちゃう時あるじゃんでもさきぽんはガチで思ってくれてガチで心からこの言葉をあ言ってくれてるなーってなんかこう16期の中だと。 くるちゃんの一個上って感じでもう、まあ、実質最年少の末っ子チームなんですけどあのめっちゃお母ちゃんだったのに気が付いたら気が付いたらなんか本当にめっちゃなんかもうむしろ頼れるお姉さんみたいになっててさなんかまたこうやって同期が。 あの一人いなくなっちゃうっていうのは本当とになんかまだ正直こう想像がつかなくて「卒業ドレス来てるサキぽん」とかマジで想像ができないんですけどでもね本人はもうこうなんだろう次の夢に向かってって。 感じで進んでいくっていうのを決めてって感じだと思うからなんかこう私たちは背中を押してあげれたらいいなって思いますそうだね半分以下になるか半分以下以下になる まだギリ半分ぐらいじゃないでも悲しいねって感じなのでまあ9月まで行ってくれ9月いつになるか分かんないけど9月まで YKB にいてくれるからそれまでのあの時間 さあ思い出作れたらいいなって思いますもうちょっと正直さ表向きの思い出作らないかも <laughs> じゃないけどチームが違ったりとかしてでも私は個人的に作りたい作らせてもらいます <laughs> って感じですでもまた同期で集まれたらいいなって 思いますねなのでみんなで小崎ポンの卒業はお祝いしてあげようっていうかなんだろう背中を押してあげようっていうかできたらいいなって思いますのでみんなでそれしましょう。 迷っってるんだだたらねあれだけど話を聞いてさその状況に応じてさどうだあーだとか言えるけども決めた決めた後に向かってねもうそれ以上のことなまでいきないから <laughs> 背中を押してあげよう。です。っていうちょっと今日は悲しい悲しい悲しいねお知らせお話も。 あったんですけど私としてはあの25日にファイナリストライブをさせてもらってあのもちろん見れてない方現地に来てくれた方来て来れてない方来れなかった方もいらっしゃると思うのでそういうね見れなかったあの来れなかったとか現地にいたけど っていう人もぜひ8月の26日に TBS チャンネルとかで、あのー、放送されるのでもう絶対見てください <laughs> これは絶対見てください <laughs> 全員見てください2か2でしたかねまた放送日とか お知らせしますけどでまあ今日は結構感想話しちゃうのであのネタバレしたくないんだって人はあの聞かない方がいいかもしれないけど、まあ、別になんかねもうメールにも全部書いちゃったしセットリストとかなんか聞,聞,聞かなきゃよかったってことは多分おそらくないと思う。 もうネタバレってよりもなんか今日の話を聞いた上でこう現地に来れなかった人もあの放送をあ「あ絶対見るぞ」みたいに思ってもらえたらいいなっていう感じになると思うので全然聞いてくれていいと思いますなんか「ネタバレしない方が良かった!」みたいな話はないかな。 はい、なんで話していくんですけどあのまずはあのー、ファイナリストライブといえばっていうあのー、恒例の感じなんですけど1曲目は全員で歌う曲っていうので今回はあのディートグリさんの「世界はあなたに笑いかけている」っていう曲をあの歌わせていただいたんですけどこれは私はてかもうまず 基本スタンスとして、あの、12人いたんです、今回。12人いたら、なんか、やっぱ、それぞれ役割が出てくるわけ。この人はシュメロ担当だな、とか、この人は上ハモとか、この人下ハモとか、まあ、なんとなく分かれてくの。で、やっぱシュメロをやる人はシュメロの、なんか声、声質声質があ、やっぱ圧倒的に、こう、マイクのリがいいとか、抜ける声とか、この曲に合ってるとか、 まあそもそも順位が高いとか、まあ、そういういろいろあるんだけどで私はその1曲目の曲は「上ハモ基本上ハモ担当」だったんですけどめっちゃ楽しくてハマりもあのー、本当に時間がなくて <laughs>。 <laughs> マジで時間がなくてあのリハまでもリハまでもマジで時間がなさすぎてであのもうそのファイナルストライプのリハーサル2日間やったんですけど2日間も結構バタバタだったのであの結構みんなはコーラスの確認とか相原さんって私と一緒にサックス吹いたりコーラスされてた方。 に見ててもらったりとかしてみんな音衰ってたんですけどなんかまあそもそも私が YouTube で聞き込んでたのはあっあったのとあとなんか竹中さんに「アナミ行けるっしょ」みたいなテンションで話されてなんかみんなはなんか多分もうちょっとなんかここのハモリがなんかどうとかいうのやってたんだけどなんか いけるっしょ!」みたいに言われて「いけないです!」とも言えなくってであとあまりにもハモリの数が多すぎてあの一から聞いてくとちょっとなんか本当にすごいことになりそうだったからあのとりあえずやってみて違ったら言われるっしょって思ってで私もハモリはもう感覚なんですよ、まあ、もちろん感覚で取れないところはもう何回も聞いて記憶して覚えたんですけどいやめっちゃ便利なのがあって YouTube に あの打ち込みの初音ミクちゃんみたいな音源でなんか乗ってったりするんですよもうそれでもう音取るわけ。でなんかそこの,そのなんか何を見てるてもうバばれそうなんだけどそこがあのちゃんと譜面っぽく書いてあってどの音で鳴ってて「これがここで」とかあるから「なんかえなんかどこの上ハモですか?」みたいなあった時も。 <laughs> もうとりあえずピアノで弾いて「あーこれか!」って言って覚えてでも私はあの確認をしなかったなんか本当に果たして私が歌ってたのは本当に合ってたのか分かんないけどでもなんか耳で聞いててハマりずれたら気持ち悪いっていう感覚は分かるからで自分で探していくの,あの気持ち悪くないところ耳で。 出会 <laughs> っ,ってたんですけどでもだんだん楽しくなってきて「ノリと勢いだ」って言ってもうよくわかんないしよくわかんないし12人もいるしとにかく歌わりがすっごい細かかったんですよ。細かいしもう一瞬だから「あのほら笑って」とかもうその一瞬。 せっ「いいわ」とか「これしめろだけど <laughs> あのそれちょっとしかないからだし曲も早いからあもう正直こうお追いきれないとこもあるから私もノリでやってたんですけどっていうところの隣でずっとまなかちゃん携帯でずっと「ほら笑ってー」みたいなずっ <laughs> とこうやって聞いて。 <laughs> やって言って「でかいわ」ってずーっと聞いてやってたかわいいよね <laughs> その隣で私「まあノリと勢いだよね」って言って <laughs> でその隣がしおんちゃんだったからしおんちゃんシュメロの人だからまなかちゃん可愛かったね すんごかかったなんか真,真逆にいた北海道と沖縄みたいな感じだった。という感じで。 まあでも本当にいっぱいその短いリハの期間の中でも何回も歌ったりとかしたからあそもそも歌詞を覚えるのが本当に大変であの当日まで覚えられなかった <laughs> 本番は間違いなかったでもあのー、あ昨日スペースでも言ってたかなスペースでも言ってたと思うんですけど1曲目はリハの時が一番良かったって言ってた。 ロさんがでもそれはちょっと思ったあの全体的にねでも私も一箇所「シュメロを任せていただいた箇所があってあの「大サビ」の方なんかいっぱいサビ来る お大サビの方でしかないな大サビのちょっと落ちてるところの後の大サビの後半のところであのー、シュメロを任せていただいてもう絶対私なんてシュメロこの曲のねシュメロなんて私の皇室にとかけ離れてるので普段だったら絶対シュメロじゃなくて一生ハモだったんですけど。 でも今回4位取れたおかげであのシメロを分け与えていただけて本当によかったなーって思いました気合い入れて頑張ったでも本番どうだったかちょっとあんま記憶記憶にないね <laughs> すすごい楽しかったんですあらパフィーパフィーパフィ,ーパフィーって感じでであとはなんかやっぱハマりとか締めろとかやったりするからあのー、みんなと目合わせたりしながら歌ったり。 するのもすっごい楽しかった嬉しいライブ感動だってパフェかこうとした丼みたいになっちょっとんで なんかすごいしょぼいパフェになっちゃうなんでこれ何がのっているの <laughs> そうあとはなんかまずあそもそものもっと前に戻っちゃうんだけどおばあちゃん死ぬほどかっこよくなかったあのなんかさな何プロレスの入場みたいなやつめっちゃかっこよかったんだけどほら <laughs> <laughs> プロレスの入場みたいな感じですごいテンション上がった。あのおばあちゃんはリハの時に当日初めて聞いたんですよ。上がりましたね。星がいっぱいだあさんありがとうございます。 そうあの客席入場だって私も思わなくてびっくりしたんですけどいやあれがあれが本当にあの音がすごくかっこよくてテンション上がったし結構もうその時にも南美しの人がたくさん見えてもう入場のさあのちょっとの一瞬時間みんなのことさ見れないちょっとだけどその中でも南美惜しの人いっぱい見れて嬉しかった。 って感じで始まったんですけどやっぱ生バンドいいよね。であの衣装ね衣装は私はあのすんごい悲しいタイトルの曲なんだっけな?あ「チーム A 公演」の「チーム A 公演」思い出すたび辛くなるそうだつらい曲だ、ね、ちょっと暗い曲。 あのそれの衣装にしてなんかファイナリストライブだからだし結構なんかソロ曲だけじゃなくて他の曲もなんかそれでやるかなと思ってちょっと私服風衣装だとちょっと地味かな,なんかこうボリューム的にちょっと地味に見えちゃうかなって思って今回は。 あえててて衣装にしようって思っ思、まあ、そもそもまず衣装を言ってくださいって言われたからああ今回私服風ないなって思ったんですけどまあでもせっかくだしライブだから最後はあのー、衣装にしようって思ってで誰にしようって思ったんですよあんまなんだろうゴテゴテしてるのも違うしちょっと綺麗めで。 でもなんか可愛い感触系のちょっとワンピースっぽいのないかなって思った時に「あのあチーム A 公演衣装可愛いからなんかあるっしょ」と思って <laughs> 見てたらあもうちょうどもうドンピシャーこれこれこれってのがあったんで「これがいいです」出して。 であとあの私の要望として「あの靴のヒールをあの低い方がいいです」って,ってなんか <laughs> 付け足してオーダーしたらもう何も足に負担がかからない <laughs> 足も疲れないし。 私も身長あるから別に身長を伸ばしたいって思わないからぺたんこの方がいい。なんか前につんのめっちゃうと,と変なところに力入っちゃったりとかあと膝が伸びちゃうんです私ヒール高いと膝が伸びちゃうと。 ちょっと歌いにくいっていうかあんま歌う姿勢としてよろしくないので低い方が自分の体をうまく支えられるので要望が通る時は低い,と低い方でって感じなんですけどあの衣装もいっぱい褒めてもらえて嬉しかったガチ可愛いよねあれ切れて。 生で見たら生で見たことなかったからあの衣装でわかわいいと思ってあ理想だちょっとスカート短いかなと思ったらなんかちょっとなんかお子ちゃまっぽく見えるかなって心配だったんですけどそんなことなくていい感じで理想でしたでソロの曲ソロの曲はもうずっともん 決めつったんでもう何も迷いもなくもう何,何も言われずあの決まったんですけど「トゥルーさんの未来の人へ」っていう「ヴァイオレット・エヴァーガーデンの」あの曲をそうやらせていただいて。 私の、ね、曲はなんかペンライトをこう「うわ!」みたいな曲じゃないんですけどでも知の個室のなんか良さが最大に出る曲の方が私らしさが出ていいかなって,思ってちょっとなんか曲調はこう単調でシンプルだからだしあの大会に持ってくるにはちょっと尺がすごい難しいので大会では歌えないんですよあの曲は。 感じなんですけどそうなんか「お!」みたいな曲とかなんかいろんな曲のジャンルはまあみんなそれぞれソロの子たちがやってくれるからじゃあここは自分の,あの得意なジャンルで一発こう行く方がいいかなってまあもうそもそも決めてたんですけど未来の人がいい。 めっちゃ緊張しました。なんでそうなったかっていうと、あの、プロンプターっていうね、歌詞が出るやつがなくて <laughs>、なくて完全に歌詞を覚えなきゃいけなかったんですけど、あのー、すっごい歌詞がややこいんですよ。ああ、滝さん、かき氷これ。<laughs> 歌詞がめっちゃややこくて、で、あと、そう、あの尺が変な感じだから、あの、 ワンアウトですると秒で終わっちゃうもう2分ぐらいで終わっちゃう曲なのでっていうのであのフルで歌わせていただいたのでだからリハで2回歌ってるんですけど2回目は思いっきり間違えてるんですよ歌詞をもう混乱しちゃって2回連続歌ったらもう今自分がどこ歌ってるのかわけわからなくなって <laughs> 2回目の時はもう完全にもう。 歌詞がもうごっちゃごちゃになったんですけどなんかそれぐらいなんか本当にほんくて曲がでも私はそうその去年去年こそはって言ってファイナリストライブに絶対出るぞって言って挑んだバイオレットの曲で進めなかったので。 なんか同じようにヴァイ,イオレットの曲もともとそれをもう去年のファイナリストライブで歌いたいとも思ってたしあのなんだろうリベンジ的な意味で去年歌えなかったからこそ今年はみたいなのでも歌いたかったしなんかそれはこう1年ダメだったダメだった,だったなんていうのこう進めなくて。 やってきたなんか成果があってのもやっぱ絶対去年歌うよりも今年歌った方がもっとなんかよくできたと思いますしかも本番が一番うまくいきました <laughs> 本番がなんか虫さんが来ましたちっちゃい虫が飛んであの本番が一番うまくいったので 良かったーと思っったたてて思ででもすすごい緊張してたんですよもう歌詞間違えるかもしれない歌詞間違えるかもしれないと思いながら,でし,たからしかも音数が少ないじゃないですかあの後ろのバンドの皆さんのも1番はもう完全にバンド1本間違えたピアノ1本だったしでもそういう曲の方が私もすごい好きなんですけどでも2番になるとちょっと楽器が増えてってなんか広がりのあるなんかこうバンドの。の 楽譜になっててすごい感動して私がそのバンド音源聴いた時に「何これ!」みたいな「よすぎる!」みたいなってすごい感動してあの曲にはなんか私らしさが一番込められて込めて歌えたんじゃないかな 思います。うん。って感じです。そう。で。ソロが。で。ユニットですね。ユニットは。そう、今回はアイドル夜遊びさんのアイドルやらせてもらったんですけど。なんかユニット。 も本当なんか竹中さんにもうちょっとなんかバラード系のなんかそう未来の人へみたいな曲調のだからそういうふうなのをおすすめされたんですけど <laughs> でも私が「うーんアイドルやりたいな <laughs>」ってなって <laughs> あの激アツじゃないですかなんかこう AKB なんかしかも今すごい流行ってる。 いろん,んな人がこうカバーしたりとかしていろんな人がの歌ってみたバージョンがあったりとかする中なんか AKB のこう歌うまの人たちがこう歌ったらこうなるんですよっていうのをあの何見せたかった。 っていいいうかかななんか面白いじゃないですかああ AKB の子たちがやったらこうなるんだ AKB グループの子たちがやったらこうなるんだっていうになってあともうやれた人たちももうゆいりさんとひのちゃんっていうもう超理想の2人と一緒にできて。 やっぱせっかくのライブだから自分の中でもなんかいろんな曲調をやる姿をみんなにも見てほしかったしなんか想像ができるじゃないですか、まあ、正直未来の人へを歌う私は多分皆さん的にも想像できると思うんですよ。まあ、想像通りをこうお届けしたからこそあのユニットは ちょっとなんか？ナウミンが歌ったらどうなるんだろう。みたいな曲を。やりたくて。あとこれはもともとママにすごい勧められてたんですよ。いて。なんか歌えそうってなんか結構家で歌ってたんです。アイドル。ちょっと一回見せるね。nzd のザードさんありがとうございます。 で歌っててでなんかおい「おいいんじゃない?」みたいな歌えてるからいけるよみたいなってだから多分竹中さんも不安だったと思いますよこの曲を浅井に任せて <laughs> 浅井は歌えるんだろうかみたいな <laughs> 多分そう曲決めの時には。 の,あのリアクション的には多分あそう思われてるだろうなっていう感じだったんですよ。まあ、でも自分一人で歌うわけじゃないしあと竹中さんたちが作ってくださる歌割り歌割りも全部決めてくださるんですけどもうなんか私たちの声のなんか感じをしっかり理解した上で当て込んでくれる。 から歌えないところは当て込まれないんですよ。だから、私はアイドルの中では落ちサビ。落ち、落ちサビじゃない、落ち、落ちてるところ。が、あの歌いたいなあって思ってたんですよ。 歌いたいなーって思ったら、歌詞カード見たら朝になっててめっちゃ嬉しかった。だからいやぜひ聞いてほしいです。あの最後はもうポーズをあのやったんですけど、それはそうひのちゃんがやりましょうよって言ってくれて。 リードが優里さんだったっていうのはすごく良かったです。 に楽しくてなんか皆さんもなんか多分コール練習みたいなのが毎節の時にあったと思うんですけどそれでやってくださっててめっちゃ嬉しかったですでもなんかあのあ本番映像みたいなあ本番映像まあ多分放送されるやつとはまた違うんですけどあのそれを見たらめっちゃシュールでめっちゃおもろかったなんか映像にさ「おいおい!」 おい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 って出ててめっちゃおもろかった <laughs> <laughs> あれ多分放送でも多分あれ乗ると思うので <laughs>。 めっちゃシュールだから見てほしい <laughs>。楽しかったですね。いや本当に難しくてアイドルって私もう言ってなかったけどアイドルあのカラオケめっちゃ行ってた時期あったじゃないですかその時もも,もちろんずっとアイドルの練習もやってたんですけどアイドルってマジで点数出なくててかもう音程も何もないから でも何もない,というかもあるっちゃあるんだけどないっちゃないからもうとにかく歌って自分が歌ってても音がハマらないの全部「音違います」って言われるから点数がマジで伸びなくてうでも歌うのすごい楽しいね だから音程数ンスも「84」とかしか出ない全部音程違うって出るから「<laughs> あ無敵の笑顔だらすめでや」とかだってもう全部音違いますって言われるから <laughs> だってカラオケの音程はずーっと同じ音をこう,こういう音程出してくるから。 無理だと思うあれを音程完璧に歌える人は逆にすごいと思う,もうそれ用になんか覚えないと難しいっあれは。すっごい楽しいんですす一人でで歌うのもすごいい楽しいでさそれでさカラオケでさアイドルやってたらさなんか隣の部屋の人とかもさアイドルやってたりする「おお!」みたいな。 <laughs> あ向こうもアイドル歌っとるみたいなすごい高いんですよあのランキングも歌われてるランキングみたいなのも高いからみんな歌うそうみんな歌ってるからああガチにもアイドルいる。っていういっぱい練習したりとかしてで。 ハモをやったんで今回あのサビのところもでサビもつもだってシュメロしか分かんなかったからハモリ初めてやったんですけどそれも楽しかったですね「タンタンとサンサンと」とかいうなんかその辺のハモリも入れたんですけど。 あとサビとか基本ハモリをもうやりました忙しかったしめろと一サビの途中であのずーっとあのハモリを歌ってるんですけどあの「あーってとこから急に「シュメロンに戻るんですよっていうのがすごい切り替えが大変でございました やばいもうもう1時間経っちゃうやばいどうしようちょっとちょっと次行こうでまあそんな感じでアイドルめっちゃ頑張ったので聴いてくださいいつもと違う感じが見れると思いますで次が目抜き通り目抜き通り目抜き通りまあ好きだもそうなんですけど2曲ともあのあそっか別に今日あれか15分ぐらいか始めたから。 までいけるねちょううどよさそうでまあとりあえず次あの「目抜き通りと好きだは」は作スの方で入らせてもらったんですけどこれはあの生誕祭の時にね私があのー、何楽器吹きますみたいな話したと思うんですけど、まあ、その時にはもう決まってて楽器をやるっていうのがもう。で、まあ、目抜き通りの時はもう特に。 しれっとよくもう暗転中にぬるっと入っててぬるっとやってたから私こう譜面台とかもあるからなんか衣装を着ててもさあんま見えないと思うしで端っこだったから余計にみんな知らなかったと思うんですけどしれっといて。 やららせてもらっ目抜き通りがガチでむずくてもう拍がめっちゃ変わりまくるんですよ拍の取り方も変わるしもうテンポがまず250とかなんですよだからなんか4拍子でもうどえらい速い4拍子でそうどえらい4拍子の速さだったんで。 だとずっと私はあのクラシックだったのであのまず自分が持ってる装備がクラシックの装備しかなかったんですよ。でせっかくやらせてもらえるってなってちょっとなんかもうクラシックの装備でも限界があるなって正直こう音色とかの面でもクラシックの装備だと。 やっぱこう大人数で吹くようになってるからあんまソロ向きの音が出ないんですよ音がパンって出るような音が出ないのでま正直今までずっとサックスいろいろやった時もうずっとクラシックのマウスピースやったんですけどよしこれを機に全部変えようって思ってあの大学の先生に連絡をし。 でもずーっと言われてたんですよ大学の先生にもなんかもう装備変えた方がいいってもうずーっと言われてたんですけどいやまあでもそんな服機会がなくてみたいなんでずーっとでしかもすごい高いんですよ楽器の装備って。で高いのでちょっと渋ってたんですけどでもまあねそうせっかくね人前でこう皆さんお金払って見に来てくださるやつであるからって思って。 ましたで初めてあの銀座の山派に行ったんです銀座の山派マジでやばいこうすごかったでかかった <laughs> わあってなったで先生に選定してもらって自腹ですよそりゃ で、あのマウスピースっていう,こうサクス金があってここに黒いのがあると思うんですけど黒い口につける部分がマウスピースって言うんですけどマウスピースとあとマウスピースを締める金色の金具と。 あとずっとこう先生から言われてたんですけどあの気づいた人いるかもしれないけどストラップ一番分かりやすく買ったのはストラップなんですけど楽器を支えるあの首からかけるやつ黒い紐があるんですけどそれがなんかずっと私の肩こりの原因だってめっちゃ言われてて拭きにくい原因はそれだよってずっと言われてもう,もうせっかくだったらそれも買えばって言われて買ったんですけど。 それでお姉さん4万円怖いあれだけでさ4万円吹っ飛んでく怖いよねカードでーみたいな <laughs> そりゃさ4万も払ったらカード止められるわな <laughs> 私の私のカードが止められるのも納得です ま、マスピースとかがそれぐらいするならわかるけどこの紐だけで1万円とかするんですよっびっくりしちゃったこの紐ってこのストラップってそんな高かったんだっ思って楽器やる人って大変だなってでリードとかもあるんですけどリードも本当いろいろ買っちゃって。 いろいろちまよっていろいろ買っちゃってで結局先生におすすめされたやつでまた買い直してみたいないっぱいやっちゃってであお金かかっちゃったなーってこう思ったんですけどなんかみんながめっちゃ褒めてくれてあよかったと思ってここまでかけて何かやっぱ正直全然出る音も違ったし。 マススピースが違ったから今まで出せなかったジャズっぽい音とかポップス系の音とかがあのやりやすくてやりやすくなったしマイク乗りもいい音が出るようになったし、まあ、もちろん演奏の仕方も変えたんですけど YouTube で勉強して細々と。あの ずーっとここでここでずっとサックスいてたんですけどでしかもあのマウスピッチとか選んでくださった先生も,もう大学でずっと私の音とか吹き方とか特性を全部知ってくださってる先生だからもうベストなやつをもう選んでくれてるしっていうそれも。 いいマウスピースに出会えてそうだから今回であのジャズの音も勉強できてそうリードは割ったら終わりでしたね。 嬉しかったで目抜き通りとかは、まあ、特にその一緒にたくさん弾いてた相原さんに吹き方とか演奏法とかをめっちゃ教えていただいてであとはもう耳で覚えてもう見よう見まねではなく聞きよう聞きまねみたいな感じで <laughs> あのできるだけこうテナーの音と離れないようにって思いながら。 こうやってたんですけど特にあの「好きな」の方はソロがあったのでこれのソロがもうやっぱ全然楽器吹いてなかったから1年ぐらいはもう全く吹いてなくって1年ぶりだったんですよ楽器を吹いたのがまず。 だってもう指がやっぱ動かなくなっててでもなんかすっごい速いテンポの速いソロが回ってきてまず最初はどん,どん置いてかれるんですよ <laughs> 曲に合わせてやっててもどんどん置いてかれもう間に合わなくなるとか,とかあのミスるとか。でリハの時初めて合わせリハやって。 時はまあ老けてはなくはないけどなんかまあ指滑ってんなみたいな感じだったんですよでまあまあメンバーがやったらこうなるよねみたいなまあそうなん,かなんかそう思われてるんだろうなみたいなのがめっちゃ悔しくてでそこから4日ぐらいなんか1週間なかったかぐらいだったんですけど4日ぐらいか。 4日ぐらいもう隙間時間で「このソロだけは外せん」思ってめっちゃ頑張って練習したらリハの時リハが本番の日のリハが終わった時に「めっちゃよくなった!」って言われてソロで「ああ!」って思って「やった!」って思って。 そしたら本番の時もこうやって皆さんがたくさん褒めてくださってあよかったっそうだからもうミスったら終わりだったしもう指転んだらもう終わりだったからめっちゃ緊張してたんですけどでも演奏してる時間はやっぱめちゃくちゃ楽しかったし すごい人たちじゃないですか。やっぱあの,あのバンドの皆さんって普段なんかやっぱすごいアーティストさん。皆さんがよく知っているような、あの、ね、アーティストさんのバンド。リオちゃんがギフト投げてるの本当に本物リオちゃん本物リオちゃんですか そう,でそ,うそういうえ本物のかな,なんでギフト投げてんの本物だとしたら <laughs> 本物だとしたら本物なのそっか公式がないから本物かどうかも分かんないのか。 びっくりおちゃんのさりおちゃんりおちゃんがさあの楽園みんな一緒だったんですけどりおちゃんがあの自撮り ST48 の岡村ゆりちゃんってあのね最年少なのに超絶歌がうまい子なんですけどあの。 りょうちゃん自撮りしてたんですけど私人の写真撮ってとか写り込むの好きだからって写り込んでそしたらまなかちゃんも入ってきたっていうあの変な絡みをしましたでもかいやマジでもうりおちゃん可愛がられもうね かわい,いんですよガチでかわいくてもうみんななんか「ザ愛されキャラ」みたいな愛されキャラなんだけどでもこう歌ってたきのギャップはえぐいみたいな感じでかわいいなんでギフト投げてるかわいい <laughs> また会えるといいね って感じでさなんかこうグループをさ超えての交流とかもうマジで歌唱力じゃないとできなくなっちゃってるからなんか嬉しかったしでまあ私としてはバンドの皆さんに混じってね普段すんごい方たちのなんかこうバックバンドとして入ってる皆さんと同列に並んで。 できたほんとにあそこに立てる人って超うまいうまいかってもうプロとしてそれを職業にして食っていけてますって人しかさあの並び入れないわけじゃん。っていう中にメンバーで楽器やってますってだけであのー、しれって <laughs> 入り込めて <laughs>。あの人生で絶対 がらなない経験なのでもしかったですそうなんか正直ずっとサックスやってなかったし披露の機会もないけどでもなんかこう経歴として特に自分の特技って言えるものが他になかったからまあ一応アルトサックスって書いてたんですけどずっと。 でもあんま自信がなくなっちゃってて「アルトサックス」って書いてるけど本当に「アルトサックス」って特技って言っていいのかなみたいな思ってたんですけどなんかこうファイナリストライブやってあ特技に書ける気がするって思いました。 でもなんかこんなに皆さんからリアクションをいただけると思ってなくて、なんだろう。私の想像のなんか50倍ぐらいのリアクションでなんかや、やったよーって、あ、言ってたもんねーみたいな、あ、見れてよかったぐらいだと思ったらみんななんか、めっちゃかっこよかったみたいな感じ言ってくるから。 ブルージャイアント見てあジャズいいなーって思ってたんでめっちゃ楽しんでました吹きながらなんか中学の頃に戻ったような感じがしてすごい楽しかったぜひ サックスも頑張ったので、自分が歌ってないところ。もその二曲は。チェックしてくれたら嬉しいなーって。思います。楽しかったです。なんかバンドの、バンドの皆さんともね、最後に写真を撮っていただけたり。嬉しかったし。 そうやばいちょっと1時間あと何あと何あと何あそう始まりの歌私始まりの歌を歌うのめっちゃうれしくてでもさ自分歌手力大好きもんだからさ始まりの歌も本当に大好きなの本当に大好きでやばい一時間たちょっと、ね、うまいことまとめますねあの大好きだったから歌えてうれしかったし この曲はもう主戦術頂い,いてたんですけど特に黒沢さんからもずーっと言っていただけててなんかそういうふうにご指導歌い方のご指導直前までギリギリまでいろいろ教えて頂い,いてたのもすごくいい経験になったしでもあのー。 ハモりが一緒できなくて、あの、始まりの歌のハモりがマジでむずくて、あの、まなかちゃんが歌ってるところのハモりが私だったんですけど、めっちゃむずくて、一番苦労したハモり。あのハモりだけは唯一感覚でいけなくて、苦労しましたね。だから絶対聴いてくれい、始まりの歌、なんかあのい、なんか自分がファイナリストになって、 あのあの曲を歌えたっていうのがすっごい嬉しかったです。でアンコールはマックス時ね「マックス時マジでいい曲だよね」のもさマックス時大好きだから歌えてすごい嬉しかったちょっと音外しちゃったけど完全版ではちょっとマシなやつが使われますように。<笑><笑> ちょっと難しいあそこは一生歌えなかったなんならあ,あそこの歌わりは一生歌えてなかったんだよなまあ歌えないとこもあるよねそりゃ高いよあの曲でも歌えて嬉しかった好きな曲だから歌詞がいい歌詞がいいし何か ゆらちゃんんが選んだってなんでマックスときなんだろうと思ったけどなんか MC 聴いてて「あなるほどね」ってなってなんかこう歌唱力でつながった縁から選んだってすっごいいい理由だったしなんかそれを踏まえて「あもう一回ちょっと聞かせてください」って。 思えたあの二人すごい仲良くなってんだよね本当によかったですでまたあなたのこと考えてたですよねまたあなたのこと考えてたもうあれはもう上ハモしてたんですけど上ハモとあとシュメロもやらせてもらったんですけどあの曲も結構歌唱力 ってイメージが強かったのでできて嬉しかったですそうュメロもいただいて本当にシュメロをいただけたのはガチで順位のおかげ全体的になのであ4位取れて良かったなって改めて思ったし結構コンパクトなライブにはなって はね、しっかり結構がっつりあったんだけどなんかこう比較的まとまりのいい感じのセットリストだったと思うんですけどでもその中でなんかこんなに自分が必要としてもらえてていろいろやらせてもらえてんか自分のやりたいことが全部できた時間あんのコンパクトなはずだったのに自分のやりたかった たことが全部できたっていうライブを経験できたのが本当に嬉しくてなんかこうずっと何年もこう何回も挑戦してって感じだったけどそうなんか挑戦して駄目でみたいなそれがあって積もり積もった思いとそれまでのなんかプラスアルファの経験もあった こそ今回でも多分もっと前に出たらそんなにハモリも得意じゃなかった上にさらに「シュメロも歌えない」っていうなんかほんとにどっちつかずみたいななんかこうもっとなんか余裕なくなんかこうなっちゃってたんじゃないかなって思うので余裕ある状態でなんか自分 のやれることも増えた状態であのできたっていうのがすごく良かったしあのタイミングで結構曲の <laughs> 曲のさあの何要望もすごい通ってたしやりたかった曲あと「どうしても君が好きだな」だ忘れてた飛ばしたわ「どうしても君が好きだ」もできて嬉しかったです 初めて私あれあれ絶対なんか私がこうなんか言ったりする人じゃないと思って私が言ったりする人だったのでなんか緊張したんですけどで皆さんがいっぱいコールしてくれてあれの時あの曲の時嬉しかったし他のグループの時にもみんなと一緒に楽しんで盛り上がったり盛り上げたりとか。 するのがすっごい楽しかったですあ早口言葉じゃなくてよかった。心の中になる警報器のとこ。あれ歌詞違うかも。警報器のとこじゃなくてよかった。なんか最初分かんなかったんですよ、誰が歌わりかって。でもうみんな揃って、警報器やだ、警報器やだ、みたいな。誰になる、誰になるって言って。たゆうりさんだった。 って感じで本当に私にとってもう忘れられない最高に幸せな時間だから終わった後の余韻もすごくってもう、まあ、私のメール取ってくれてる人は分かると思うんですけどマジで歌唱力の話しか来ないってぐらいあの <laughs> ずっと歌唱力の話書いてるんですけどそれぐらいなんか自分がずっと何年もかけて目指してた場所だったし私を知る人たちも なんか私がこれだけなんもうずっと言ってるからこそみんなにとっても楽しみになってくれてたんじゃないかなって思うしあとみんながお花くれたじゃないですかお花をくれてなんか思ってたりすごくって か最初にあの違うインスタのストーリーに載せたあの看板みたいなやつを先に見たんですよ。でその後にステージ行ったらめちゃくちゃたくさんお花があって。でお花にあの,あの看板だと分かんなかったんですけどあのお花にはちゃんと裏側にあの例えば浅井七海様みたいななんだらより。 みたいなのが、あのー、書いてあってっていうのがもう端っことか後ろとかもういっぱいあってで浅井七海様っていうのも本当にいっぱい見つけれてすっごい嬉しかったですお花すごかったくないですか私今までのファイナリストライブの中で一番ステージの,あの装飾好き なんかアーチみたいなのがあって嬉しかったです。でも正直本当にあの。 全員の方のを見つけることができずあの看板で知ってる方の名前を見つけてあこの方送ってくれたんだこの方送ってくれたんだっていうのでなんか全員の本当は写真撮りたかったんですけどちょっとそれが時間的にもできなくて本当端っこの方まであったのであの見れる限りはブワーって探してみたりとかしたんですけどそう写真をね全員 ななくて申し訳ないです多分みんなが思ってる以上にあの何階段の横とかのお花とかも全部皆さんがくださってだから名前がねこっち向きに向かって貼ってあったりとかしたりとかあと後ろのももうバンドさんの後ろのさ通り道とかにもお花あったじゃんああいうのもファンの皆さんがくださったお花だったんですよ。 がバンドさんの前にあるところとかもファンの皆さんのやつだったのでそうあのバンドさんのところちょっとさ立ち入れなかったりとかするから看板で皆さんのお名前を確認するっていうのが必死だったんですけど。 見れるだけは確認なんですけど、でも本当にお花を送ってくださって、めっちゃ嬉しかったです。あの確認できなくても、なんか色味的に。私のファンの方がきっと。送ってくれたんだろうな。みたいなったして <laughs> 嬉しかったです。そう、でもお話し会でも結構、お花送るからねーって言ってくださってる方がいっぱい,いて嬉しかった。 のとにかくステージのセットが可愛すぎて本当に嬉しかったですありがとうございますでかいスタッフーみたいなのみんなで一緒に写真撮ったりしてお花持ち帰らせていただいたりとかしましてありがたかったです なのであのまあまた街の,の中で本当にもう忘れられない時間になって最高の思い出になりました波押しの人もマジでいっぱい駆けつけてくれててそれがすっごい嬉しかったもう上手にも真ん中にも押しも手にも二遺跡にも波押しの人いっぱい見つけれて。 嬉しかったですあとは歴代のチャンピオンの皆様にもお会いできたりとかあとはねその出演者のみんなと仲良くなれたりとかう大切な思い出ができました。って感じです。いファイイナリストライブででございましたで あの明日は22時から放送の日本放送さんの「ラブライブ!」シリーズの「オールナイトニッポンゴールド」にあのゲスト出演させていただくのでペマリと一緒にルイカちゃんとユザハちゃんでスクールアイドルミュジカルのお話しに行くのでよかったら来てください。 あとこうツイッターとかも最近活発に作られてるアイルミュージカル動いてるので私もあのできるだけ拾うようにしてるんですけどちょっといろいろチェックしてくれたら嬉しいなって思いますめっちゃ緊張するんですけど魅力をお伝えできたらいいなと思ってます。 また次は月曜に多分できると思うのでまた書類見に来てくれたらなって思いますそう土日はお話し会であの土曜日はもう,もういっぱい言うんですけどあの生誕 T シャツ着るのでみんな持ってる方はぜひ着てきてくださいよろしくお願いします スクールアイドルミュージカルも一般発売中なのでぜひみんな来てねでそう今日はあのアウト・オブ・ホォーティトの放送もあるちょっと本当にお知らせいっぱいで申し訳ないんですけどアウト・オブ・ホォーティトの結果発表もあるのでちょっとマジで時間が遅いんですけどあのめちゃくちゃ大事な放送なので見てもらえたらいいなって思います。 そう、あと明日は、22時から、ラブラブエヌのあるんですけど、21時から選抜発表の配信とか、なんか結構いろんな動きもいっぱいあるので、ぜひ見てください。って感じで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、終わりますね。ラッキー57位は、宗近さんです。ラッキー。そして、 13位、オーバーレブンのマークンさん。12位、マヌビーさん。11位、マサシさん。10位、デーマンさん。9位、レフティサポさん。8位、ホックン。7位、クレさん。6位、スグルさん。5位、ディーさん。4位、チョコミントリスさん。3位、ヒロッピさん。2位、星がいっぱいだーさん。1位が、NZD ノザードさんです。NZD ノザードさんと、星がいっぱいだーさんは、たわまありがとうございます。 ありがとうございました。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。また月曜日にいろいろお話できたらいいなと思います。ではキャッチフレーズして終わります。あなたのハートを吸引したい。いつも全力。ありがとうございました。またね。